ラコンティーズ。こんにちは、ラコンティーズの秀金です。皆さん、昨日放送されました魔法学院の不適合者の第5話見たでしょうか。前回の第4話で1章が終わり、今回の第5話から2章が始まります。またですね、今回初めての登場人物がいましたですね。まず魔王の右腕と呼ばれるシン・レグリア、寡黙の人で魔王に絶対の服従をしています。小説では第4章の大精霊編で過去のシンの物語があります。楽しみですね。また、転校生のレイ・グランズドリー、錬磨の剣聖と呼ばれています。アノスはこの霊を、試合を行った後ですね、真の転生かと思っていましたですね。最後のアニメのシーンでありました。本当はどうでしょうか。気になる方はネット小説の小説家になろうで詳しく載っていますので見てください。ちょっとびっくりしますよ。今回出てきました、この新しいキャラクターですね、ミサ・イリオローグは複雑な背景がありそうですね。今後の物語のキーパーソンになりそうです。無事にですね、お父さんに会えるんでしょうか。これもですね、楽しみに見ていきたいと思います。最後にですね、アノスファンのユニオンの面々です。小説でも初めはただのですね、ファンクラブとしてですね、試合の間とか終わった後にですね、アノス様応援歌が大合唱第2番や第3番とかいう風な歌をですね、歌っているんですよね。そこら辺が面白く描かれています。ただ単にですね、アノス様の偉大さをですね、歌詞にしただけなんで、歌というふうに程遠いものですが、そういうふうなのがあります。しかしですね、後半になるとですね、重要な場面に出てきたりですね、しっかりですね、アノスたちのですね、力となり侮れない、ね、存在になっていきます。アニメでここまで描かれるかどうかは分かりませんがですね、見守っていきたいと思います。まだですね、まだまだ出てきていないキャラクターがたくさんあります。今後ですね、楽しみですね。テンスラーみたいにですね、第2期まで制作しないと物語はですね、端折りすぎるような感じがします。できればですね、ある程度続けてほしいなと思います。皆さんもぜひですね、アニメやですね、小説を見てください。最後までご視聴ありがとうございました。また、お会いしたいと思います。ありがとうございました。